コズリ・マラカ様にキーラバーには、インドの作曲家。テルグ語映画、タミル語映画、カンナダ語映画、ヒンディ語映画、マラヤーラム語映画で活動している。MM キーラバーに名義で知られているが、他にもマラカ様に、レーダー・ナラヤナ、MM クリーム名義が知られている。歌手の SP ・バーラス・ブラマニアムと KS チスラのレコーディングの大半を手掛けている。 1997年には、アナマイアで、ナショナルフィルムアワード最優秀音楽監督賞を受賞した。この他にフィルムフェア賞南インド映画部門を6つ、ナンディ賞を11、タミル・ナード州映画賞を1つ受賞している。アーンドラ・プラデーシュ州西ゴーダーバリケン・コバール出身。兄弟のカリヤーンコ・コドゥリは、音楽監督をしており、映画監督、SS ラージャー・マウリはいとこ。 音楽監督、MM スリレイカワイトコ、脚本家 KV、ビジャエンドラ・プラザードはおじにあたる。妻の MM スリバーリは、映画のラインプロデューサーをしており、息子のカーラ・バイラバは、歌手として、キー・ラバーニの参加する映画の多くで歌を歌っている。カルナータカシュー・ライチュールに居住した後、チェーン内に移住している。音楽番組に出演する歌手1987年。 音楽監督チャクラバルティのもとで音楽助監督を務め作曲家としてのキャリアを開始する。1980年代後半はコレクターガリアバイ、バロサンロ・アージューニリュに音楽アシスタントとして参加し、この間の1年以上にわたり作詞家ベトゥリス・スンダラ・ラーマ・ムルティに支持している。1990年制作の映画コルッキーで独立した作曲家として 映画業界で知られるようになるが、映画は公開されずサウンドトラックも発売されなかった。キーラ・バーニーが音楽を手掛けた映画で最初に公開されたのは、同年公開のマナス・ママタとされている。1991年公開のクシャナ・クシャナムが大ヒットしたことで、作曲家としての地位を確立する。この映画で作曲した歌のすべてがヒットしたことで、 映画業界からのオファーが急増し、1995年には、クリミナルに参加して、ボリウッドに進出する。インド国内の様々な言語の映画220作品以上に参加しており、代表的な作品として、テルク語映画の、アナマイヤヒンディー語映画の、イズロットキスーバナヒン、スール、ザ・メロディオブ・ライフ、ゾコム、サーヤ、ジザム、ログ、パヘリー、 マライアーラムの映画のニールイジリー、ソーリャ・マナッサム、ディバーラーゲムがある。また、重慶帝ラージャ・マウリの監督作品には2005年公開のクホトラパティ以降すべての映画に参加しており、バーフバリ伝説誕生、バーフバリオの外旋の作曲も担当している。ありがとうございます。